8月24日水曜日朝7時ごろに早速亜硝酸を測ってみました。いつもテトラのね亜硝酸テストキット使ってるんですけどね、これすごくないですか。1日で黄色になるっていうね。やっぱ種水だけじゃあかんということか。昨日はね土剤もいつも使ってるやつに変えてるし、バクテリアも丸々1本入れてるので一晩で綺麗に分解、硝酸塩に分解できてるようです。いやーすごいな。まあ、一つそうですね、ここエアレーション入れてるんですけど、ずっとね下向きにしてたんです。そう、それをちょっと上向きに変えて水面をね揺らしてもらおうと思って上下逆にしました。これはマリンブルーのおっちゃんの手作りで作ってもらいました。これによってまあ水の出る方向を自由に変えれます。これはねつぶさのセレクトの紹介 VTR を作ってみました。まあこの餌自体はマリンブルーさんでしかほぼ売ってなくて、他の店ではあまり売られていないんですね。でもまあマリンブルーさんがこの餌は、まあ、栄養もあって魚もよく食べて太って、まあ、水を汚さない、ベタの水素やったら1ヶ月ぐらいもうこの餌やったら水替えしなくてもいいぐらいに汚れない餌というので、いつも買っています。で最近はこの容器に、セレクトを入れて、まあ、スプーンですくって最近はあげています。でこっちがまあ小さい方の餌、セレクトはあの大きさが一番小さいのでそれよりも小さい餌というのでシュワは別にあげています。やっぱセレクトが大きくて食べれない子もいてるので一緒にセレクトも流しています。まあ、大体半分ぐらいですかね、スプーン半分ぐらい。これこのスプーンはね海藻70についている付属のスプーンです。今セレクト上げてますね。その後大きい方のセレクトの粒餌を半分、スプーン半分入れています。まあ、ここの水槽はねみんなよく食べるので、まあ、ある意味みんな気が強いというかね、本当によく食べます。まあ、くれないぐらいかな、隠れてましたもんねさっき。いるか。こちらにも、まあ、朝一は粒餌を与えています。まあシュアとねセレクトもまあ少なめですけど、こちらの水槽にも同じように流しています。キヘリ巾着台ね今1個だけ食べたんですけど、その後続いて食べることがなかったので、やっぱり海藻70がメインになってるみたいですね。どっちが良かったのかな。上の水槽やとねみんなに釣られてセレクトを食べてたりもあったので、海藻70でもいけんのかな。一応また海藻70上げてる時に撮影したいと思います。こちらにもセレクトを早速与えています。
まあ、硝酸がね出ていなかったので、どれぐらいの餌入れると出るのかっていうのも兼ねて、ちょっと餌をまあ、あの数えながらというか与えてみたいと思っています。今10個ぐらい計入れてみました。それぞれ10個15個ぐらい入れたんかな。それぞれね5個ぐらいは食べてるのは見かけました。うん、まあまた今日の夕方とか夜とかにね硝酸測ってみて出てるかどうかは見てみたいと思います。まあついでにというか、こちらの900-450のセレクト流す様子も撮影しました。ベニゴンベも調子いいですね。ほんまに元気になったわ。隠れも多分ね食べてくれてると思います。